あの超大物 YouTuber の方も。どうしたの？3日間ぐらい寝てなくて、3日間ぐらいご飯食べてないんですよ。大丈夫？はい。俺たち大変だな。うわもう体も冷え切っちゃってるよ。そうか。じゃあお兄ちゃんちょっとうちの食堂来る？いいんですか？ああこのままじゃ死んじゃうから、うちに行こう。ああ、さあ入って入って。このままじゃ。この神社から暖かいからね。入ってって。うん、ああ。どうぞどうぞ座って。うん。さあ。いやーどうしたの？どうしたか知ってる？帰る場所あんの？まあ、聞くだけ山だよな。ここで、食事だけなら、今、食べさせてあげるから、ちょっと待ってて。ああうん。よいしょ。ああ、お兄ちゃん大変だったでしょ。あるもんで作った感じだけど。じゃあ食べてみて。うん。ちゃんと食べな。うん、遠慮しなくていいから。うん。おいしい。おいしい。ああよかった。お兄ちゃんうまそうに食うね。こっちまでお腹空いてきちゃうよ。嬉しい。美味しい。ああ、その3番でした。ありがとうございました。ああ、よかったね。すごいたくさん食べてくれたね。ありがとう。いやでも何があったか分かんないけどさ、また困ったりお腹空いたらいつでもこの食堂おいで。ありがとうございます。うん。このご恩は一生忘れません。本当にありがとうございます。うん。この食堂の名前は何て言うんですか？この食堂の名前、そういえばまだ決めてなかったな。この食堂ができたのは神様みたいに優しい皆さんの
けだし、そうだ、七福神にしよう。こんなに尽くしていただいてありがとうございました。いやもう全然いいんだよ。いや待てよ、確かに神様みたいな皆様の優しさでできた食堂ではあるけど、みんな神様として称えられて嬉しいんだろうか。そんなことのためにみんな協力してくれたんだろうか。こんなに尽くしていただいてありがとうございました。こんなに尽くしていただいて。そうだ、神様なんかじゃない、一人一人が誰かのために尽くすためにこの食堂は完成したんだ。そうだ、この食堂は子供食堂、七福神っていうんだよ。とってもいいお名前ですね。ということでね、この皆様の優しさと応援で作らせていただきました子ども食堂、名前なんですけど、クラウドファンディングでサンサンレインボーさんに名前の命名権をご購入いただきまして、話し合って決めさせていただいたんですけども、この食堂の名前は子ども食堂七福神に決定いたしました。ありがとうございます。この食堂の名前の由来は、神様のように優しい心を持った皆様がこの食堂を作るのに協力してくださって作らせていただいた食堂です。今世の中は戦争だったり他にもいろんな争いがありますけども、そんな中この人助けで世の中を温かく盛り上げていこうという思いで完成した食堂なので、皆様お気持ちを表現した名前にさせていただきます、今 YouTuber っていうのは炎上系やモノモース系とか迷惑系いろいろありますけど、 YouTuber が人助けをやったっていいじゃないですか。僕はこれからも YouTuber として胸を張ってこの日本を、そして世の中を温めていけるように尽くしていきますので、この食堂で一人でも多くの方たちを笑顔にできるようにこれからも人助け頑張っていきますので、これからもデンジャラスなので、よろしくお願いします。はい、ということでね、そんなこの子供食堂七福神なんですけども、オープンは3月9日に決定しました。その3月9日のオープンの前に、前日の3月8日に YouTuber スペシャルプレオープンを開催したいと思います。そのプレオープンには誰かは言えないんですけど、あの超大物 YouTuber の方も来ていただける予定ということで、もう今から僕たちドキドキしております。はい、どうもです。概要欄のリンク貼っておきますので、そこからぜひ応募していただければと思います。これからもね、 YouTuber がやってる子供食堂ということで、皆さんもお子さんも喜んでくれるような方たちをバンバンお呼びできたらいいかなと思ってますので、これからも子供食堂七福神よろしくお願いします。はい、ということでね、この動画がいいとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンバーのね SNS フォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でしましょう。じゃあね。